こっくりさん、こっくりさん、おいでください。え？これ本当に来たのかな？あ、なんか、え？は、動きそう。え、でも、呼んだはいいけど、あんまり用ないんだよな。あ、こっくりさん、こっくりさん、チャンネル登録お願いします。皆さんこんにちは、真実を語るクロコです。夏の盛りも終わって世間は秋の装いですよね。毎年言ってるんですが、クロコはこの時期こそ怪談やオカルトなどの背筋がゾッとするようなものの盛りだと思うんですよね。秋の夜長に今日もクロコと一緒に楽しみましょう。ということで本日お話しするのは、1970年代から長きにわたり小中学生を中心に大流行したこっくりさん。皆さんも一度はやってみたことがあるのではないでしょうか。日本ではある意味かなりメジャーなオカルトの入り口みたいなもんですもんね。キツネ付きと言われる症状が子供たちの間で頻発し、こっくりさんを禁止する学校が出るなど、社会問題化したことも未だに記憶に新しいのではないでしょうか。今もなおエース級の都市伝説として日本全国で名を馳せる高齢術、こっくりさん。本日は大真面目に徹底的にこっくりさんの正体に迫ります。狐の宴でも飲みながらリラックスしてお楽しみください。それでは参ります。こっくりさんの正体。我が国日本には神代から高齢術の伝統が散見されます。古事記の中には天照大神のシャーマン的性質が見え隠れし、かの有名な邪馬台国の卑弥呼が軌道に仕えよく衆を惑わすと魏志倭人伝に記されたのは3世紀末のことです。今日でも仏教僧による寄り火事、恐山のいたこによる口寄せ、果ては民間祈祷者独自の術、このように例を挙げれば枚挙にいとまがありませんが、本日お送りするこっくりさんとは、こっくりさんと呼ばれる憑依霊を呼び出して託戦を仰ぐ民間戦術の一種です。まずは皆さんが意外と知らないこっくりさんのルーツについてお話ししていきましょう。こっくりさんは明治期に伊豆半島下田沖に漂着したアメリカの船員が自国で大流行していたテーブルターニングを漂着先の下田の住民に見せたことをきっかけに日本でも流行するようになったという説と、アメリカ留学から帰国した理学士増田栄作氏が高齢術用のテーブルにも似た器具を持ち帰ったのがこっくりさんの始まりとする説、さらにはアメリカで高齢術が大流行した際、高齢術の器具プランシェットやウィジャボードを日本も輸入し国内で流行したのが起源だとする説度があり、テーブルを軸とした説とボードを軸とした説、大きく分けるとこの2つの説があります。ここではまず源流となったものが大きく2つあるということが重要ですので、このことをよく覚えておいてください。そしてこの動画ではテーブルターニング起源説を T 説、ウィジャボード起源説を W 説と呼称することにします。本来であればウィジャのスペルはこちらですから O 説になるのですが、日本語の音との兼ね合いを含め分かりやすく W 説といたします。ご了承ください。それでは T 説 W 説への理解を深めるために、テーブルターニングとウィジャボードがそれぞれどんな特徴があるのか見ていきましょう。テーブルターニングとは、数人でテーブルを囲み手を乗せると霊媒となる人を通してあの世の霊の意志が表明され、やがて霊の力でテーブルが一人でに傾いたり移動したりするというもので、テーブルの傾き方や足が床を鳴らす音の違い、回数などを読み取り降霊をする手法です。こっくりさんは先にお伝えしたように、漂着したアメリカの船員が自国で大流行していたテーブルターニングを漂着先の下田の住民に見せたことをきっかけに日本でも流行するようになった。また増田氏が高齢術用のテーブルにも似た器具を持ち帰ったのがこっくりさんの始まりと言われているのですが、そもそも当時の日本にはまだテーブルがなかったんですね。そこで仕方なく竹や木を結び合わせて足にして、おひつの蓋やお盆を乗せてテーブルの代用品にしていました。増田氏が持ち帰ったとされるのは、一説にはアメリカで調整された同じ仕組みのものと言われています。
それらに手を置いて質問をし、テーブルが傾く様子から日本の月物信仰、狐や霊が人に取り付くという考え方と結びついて、こっくりこっくりとうなずいているように見えることから、こっくりさんと呼ばれるようになったというのが、諸説多少の差異はあれど、テーブルターニングを起源とする T 説です。ちなみに、こっくりさんの字が当てられることも少なくありませんが、これは、狐、犬、タヌキと後付けで解釈され、すべてが人を惑わし、化かす存在と知られています。また、先にご紹介した増田氏は、問えば告げるから、こくりと名付けていたそうです。詳細は別として、個人的には、こっくりさんという響きが何とも絶妙な怪しさがあって大好きなんですよね。こっくりちゃんとか、こっくり様だとなんか違いますよね。まあ、赤ちゃんを赤さんとか、熊のプー様的なやつでしょうかね。ウィジャボードとは、アルファベットや数字などの文字が書かれたボード1枚と、文字を指し示すためのプランシェットという器具を使う恒例術で、基本のやり方としては、文字盤を囲んで参加者全員が文字盤の上に置かれたプランシェットに手や指を添えます。質問をするとプランシェットが動き出し、回答を文字で指し示すというものです。お聞きいただいてお分かりの通り、こっくりさんと非常に酷似していますよね。特に板の下部に書かれたグッバイは、こっくりさんにお帰り願うのと一致しますよね。回答を示すプランシェットとは、2本の足と1本の鉛筆、計3本の足を持つハート型をした小さな板で、複数の人間がこの板の上に軽く指を置いて、神経を集中することによって、霊の力によって自動筆記が始まるというものです。このウィザーボードを起源とするのが W 説です。ここで一度起源を整理しておきます。テーブルの傾き方や足が床を鳴らす音の違い、回数などを読み取り恒例するのがテーブルターニングの T 説。アルファベットや数字などの文字が書かれたボード1枚と、文字を指し示すためのプランシェットという器具を使う恒例術がウィジャーボードの W 説。どうでしょうか。ぼんやりとおぼろげにこっくりさんの外側の仕組みが見えてきましたね。ここからもっと原初的な霊との交信の歴史に迫り、こっくりさんの内側、その正体に近づいていきましょう。テーブルを媒体にして霊界と交信することができるという世紀の発見が事実と認められるまで、どのような背景があったのでしょうか。なんとそのルーツはニューヨークにあるのです。ことの発端は1948年3月のある日、ニューヨーク州ウェイン郡ハイズビルに住むフォックス家の2人の姉妹、ケイトとマーガレットが寝室で不思議な高音を聞いたことに始まります。なんとこの姉妹は、答えがイエスなら1回、ノーなら2回といった具合に霊との間にルールを設け、霊と意思疎通を図り更新する方法を発明したのです。手法としては非常にシンプルで、かなりポピュラーな更新方法ですが、人間同士でも暗号的に使用したり、災害時など声の届かない状況での救助要請などにも使われていたりしますよね。フォックス姉妹がきっかけで高音によって霊界と交信することができると全米で評判になると、たちまち何百人もの人がこの現象を体験しようとハイズビルに集まりました。しかもそのうちの何人かは実際に霊界との交信に成功し、霊媒としての自分の潜在能力を発見したと記録されています。この頃は霊能力によって霊と交信できる人、霊媒を仲介して初めて霊と交流できると考えられていたので、姉妹の住むハイズビルに全米から人が殺到したんですね。この霊媒の考え方は日本でも割とよく聞きますよね。例えばお笑い芸人さんがする怖い話で、霊感の強い彼女と暮らしているうちにという切り口は比較的よく聞きますよね。あれは彼女が霊媒になっているということなんですね。こうして1年後にはニューヨークだけでも100人以上、全米ではなんと1万人以上の霊能力者が発見されることになります。まあ1万はちょっとやりすぎかなと思いますけどね。まあ、1万ですからね。まあ、AV 男優シミケンさんの経験人数が1万人ですから、それが全員霊能力者だったらってことですからね。まあ、なかなかの数字です。やがてケイトとマーガレットのような高音、テーブルターニングのテーブルの回転や傾きでは、複雑な内容を伝えたり受け取ることができないため、プランシェットやウィジャーボードといった更新のための特別な器具が使用されるようになっていきます。
こういった高齢用の器具を使用することによって、高音やテーブルによって更新するよりもはるかに複雑な内容が素早く伝達することができるようになりました。フォックス姉妹、そこそこの功績ですよね。まあ、後に海を越えてコックリさんと関係してくると思うと、なかなかロマンで胸が熱くなります。あと、偶然の一致か、神様のいたずらか、姉妹がフォックス姉妹なのがまた不思議です。フォックス姉妹の降霊を皮切りに大きな進歩を遂げた降霊の世界。それではここからはテーブルターニングの T 説、ウィザーボードの W 説、この2つがどのようにコックリさんと結びついていくのか、続きを見ていきましょう。明治10年代後半、テーブルターニングの段階の降霊術が日本に輸入される。テーブルターニングは日本においては形を変え、コックリさんとして定着。これが T 説。時を同じくしてアメリカでは、テーブルターニングはさらに進化し、1890年、明治23年頃には、フォックス姉妹の件を皮切りに、高齢化が進展を見せ、ウィザーボードへと進化を遂げる。この段階が W 説。そしてこのウィザーボードの流行を再び取り入れ、日本のコックリさんが大型アップデートを図り、なんと T 説と W 説が合体します。その結果、皆さんご存知の机と文字盤、高架に指を乗せるスタイルになったのです。つまりコックリさんは下田の漂着船といった偶然の賜物のような単発の文化の輸入ではなく、本家の降霊術の進化に随時呼応して日本国内で独自に進化し、現在に至ったと考えるのが妥当ではないでしょうか。意外にも壮大なスケールで物語が展開し、驚いた方も多いのではないでしょうか。テーブルターニングの T 説、ウィザーボードの W 説、日本独自の月物進行、そして重要なピース、ニューヨークのフォックス姉妹。これらが多くの偶然と人々の探求心によって結びつき、誰もが知るコックリさんへと姿を変えたのです。さて、ここからは、コックリさんのやり方や注意点、その実例などを科学の視点、宗教の視点、オカルトの視点で紐解いていきましょう。まず、一般的に伝わっているコックリさんのやり方をおさらいしておきましょう。机、白い紙とペン、10円玉、コックリさんへの質問、これらを用意し、紙にははい、いいえ、50音、0から9までの数字、鳥居をこのように書きます。数字を漢数字にする地域もありますが、その程度は誤差でしょうね。以上で準備は終わりです。コックリさんの招き方は、紙の上の10円玉にそれぞれが人差し指を置いてコックリさんに質問をすると、10円玉が動き出して質問に答えてくれるというもの。大枠は日本全国どこでも変わりませんが、細かいルールに若干の差異があるのが口で伝わった都市伝説っぽくていいですよね。あとちょっと面白いのが、コックリさんのやり方を親から習った人ってそうそういないんですよね。みんな学校や塾の友達から聞いたり、お兄さんやお姉さんから聞いた方もいるでしょうが、コックリさんの伝承には大人が介在しない場合がほとんどなんですよね。これ不思議ですよね。多少の差はあれど、全国的に見てもおおよそこんな感じだと思います。皆さんの地域では何か特殊なルールとかありますでしょうか。コメント欄でお教えください。次に注意点を見ておきましょう。コックリさんをする時の注意点をまとめてみました。実はこの注意点という一種の縛りがあることが、この降霊術にとって非常に大切なのです。注意点というのは、つまりこれを破ってはいけないという呪いを参加者にかけるわけです。注意点はやり方と違い、かなり地域差があり面白いので紹介していきます。コックリさん自体への質問をしてはいけない。コックリさんを途中でやめてはいけない。一人でコックリさんを行わない。何があっても10円玉から指を離してはいけない。コックリさんをすること、したことを口外してはいけない。10円玉が鳥居に戻ろうとしない場合でも根気よく戻るようにお願いする。終了時に帰ってくれない場合も同様。決してふざけ半分で行わない。不測の事態が起きても落ち着いて冷静に行う。終了後、紙は細かく破いて捨てる。硬貨は使用して3日以内に持ち主の手元から離す。必ず西か北の窓を開ける。かなり細分化されていますが、これらをざっくり分けると、まずは禁忌。コックリさん自体の質問をしてはいけないなどがそうで、いわゆるタブーですね。破るとたたられるとか、呪われるとか、結構わかりやすいペナルティがあります。次に、決してふざけ半分で行わないなどの精神性。
向き合い方やメンタルも含めたロケーションですね。参加者のスタンスが大切で、人数が多ければ多いほど成功しづらいけれども、人数が多ければ多いほど成功した時の威力が強くなるという特徴があります。そして紙を捨てる、窓を開けるなどの解除とまじない、こっくりさんが持つ神秘性や呪術の側面からの誤信です。ただ伝承にある西か北の窓を開けるというのは不自然で、おそらくどこかの地域で突発的に理由なく付け足されたのだと思いますが、解説しておきましょう。少々専門的な解説になりますが、稲荷や白虎などの狐にまつわる存在は、占星術や法医学で言えば南の象徴です。南は太陽、炎、明るい、色で言えば赤を表します。ですから稲荷神社の境内の装飾や鳥居の狐は赤い布を首にかけていますよね。まあ、となるとこっくりさんという狐を呼び招く高齢術の側面からは、窓を開けるなら西か北ではなく南か北、南北の木、主に南の木を招く必要があります。昔から何かを教わることを南を指すと書いて指南を受けると言いますよね。ですからこっくりさんに何かを聞くということは、つまり指南を受けるということですから、やはり南を指す必要があるわけです。まあ、余談ですが、なぜ狐が抜擢されたのかということについては、古くから伊勢や稲荷に犬のクソというように、江戸の頃から町に溢れていたものに稲荷が挙げられています。つまりそれだけ民衆との距離が近い尊格であったということと、狐は人を化かすといった馴染みのある民間信仰とが結びつき、こっくりさんイコール狐という印象が定着したと考えられています。それではここからはいよいよ核心に迫ります。1989年11月13日、福岡県某中学校で集団こっくりさん事件が発生しました。男子生徒2名が天国を飛んでいるなどの意味不明な上言を口にしだし、これをきっかけに男子生徒3名、女子生徒9名が立て続けに同じような状態になり、教職員は被害の拡大を懸念し全員を帰宅させたという事件です。こちらのような事件は多くの場合、まず初めに誰か一人が何らかの精神的な大きなショックを受け、それを見聞きした人がまたショックを受けと同様の症状を誘発してしまうというのが実情で、集団パニック、集団催眠、集団発作という現象が深く関わっています。その事例としてはペルーで起きたこちらの事件が有名でしょう。ペルー北部タラポトという町にある学校で、なんと80人もの生徒が一斉に発作を起こす事件が発生しています。その日はいつもと変わらず学校で授業が行われていましたが、休み時間に異変が起きてしまいます。突然一部の生徒たちが叫び出し、痙攣し気を失っていきます。それを見た生徒がまた同様の症状を発症し、連鎖が止まらず集団発作になっていきます。この集団発作はペルー国内のメディアだけでなく、国外でも報道され大きな話題となりました。状況としては福岡の事件と同じですよね。どちらも初めにきっかけがあり連鎖が始まります。次にタイの軍隊の徴兵をくじ引きで決める一幕です。こちらは非常に有名な動画なのでご覧になったことがあるかもしれませんが、この男性は軍隊に入りたくないという苦しい精神状態から入隊が決まったという事実を突きつけられ、大きなショックを受け気を失ってしまいます。このように人間の脳は簡単にコントロールを失ってしまうものです。そしてそれは皆さんにも起こりうることなのです。例えばこれがこっくりさんやウィジャボードだとどうでしょう。こっくりさんを深く信じている人の前で10円玉が本当に動いた、こっくりさんの返答が当たっていたという現象が起きたらどうなるでしょうか。大きなショックを受け錯乱状態に陥り、それが結果的にこっくりさんの信憑性を増す要因になり、それを見た人がまた大きなショックを受けると集団パニックが起きていくわけです。学生のような年頃であればなおさら集団催眠が起きやすいのは想像に耐えやすいかと思います。先に解説した人数が多ければ多いほど成功しづらいけれども、人数が多ければ多いほど成功した時の威力が強くなるというのは集団催眠の一つの特徴です。このような背景がある上で、ではなぜこっくりさんやウィジャボードは動くのか、ここが一番大事ですよね。それは不覚勤労、予期意向、観念運動によるものだとされています。ざっくり言うと、不覚勤労とは無意識の筋肉運動、予期意向とは潜在意識、観念運動とは一種の催眠状態、
つまりこう動くといいなという予期意向があり、不覚筋動と関連運動で手や指が実際に動いているということなのです。ここで大切なのは、こっくりさんを信じていれば信じているほど動きやすく、信じていなければ動きづらいということです。早い話が、こっくりさんを信じ、自己暗示と催眠状態になると、動いてほしいという気持ちが無意識に生まれていて、その精神状態が筋肉運動を起こしてしまうということです。当然信じていなければ動いてほしいと思わないので、無意識下でも何も起きないわけです。関連運動の例えでよく用いられるのが、赤い帽子をかぶったヒゲヅラ配管工が出ているあのレースゲームです。ヒゲヅラ配管工がコーナーを攻めるときに、画面の中のキャラと一緒に自分の体も曲がっちゃう、あの感じも曲がるぞと強く思ってるからこそ、自然と無意識に体が反応してしまうという状態で、まさに関連運動なんですね。まあ、私も海外ドラマを見ているときに、見えるか見えないかギリギリのシーンがあると、テレビの前で無意識にかがんだりしちゃってますからね。あれ全く意味ないですからね。本当にあれは一体何をしてるんですかね。もう皆さんに逆に聞きたいんですけど、これは関連。またこっくりさんは、参加者が知っている情報に対する答えは導き出せるが、知らない情報に対しては答えを出せないという至極当たり前の実験結果があります。例えば参加者が全員日本の成人という状況で、日本の国家はという質問には、こっくりさんも君がよと答えられます。しかし例えば民族学、都市伝説、オカルトなど幅広いジャンルで動画をお送りしている大人気 YouTuber といえば、真実を語る何子でしょうという質問には、一般的には参加者が誰も答えを知らないので、仮に A 赤子、 B 青子、 C 黒子、 D 緑子など簡単な4択にしたとしても、質問には正確に答えられないのです。これもどかしいですよね。皆さんも知らないこととか知れないことの方が聞きたくないですか。ですがこっくりさんは、媒体となっている本人たちが知っている情報のみにしか答えられないという、至極当たり前の仕組みになっています。あとこっくりさん、チャンネル登録よろしくお願いします。もう一つ面白い実験があります。こちらをご覧ください。はじめは文字を指し示すウィジャボード。しかし参加者が目隠しをすると、途端に意味のない動きをしたり、意味のない場所を指すようになります。また別の実験で参加者の視線の動きを調査すると、なんと手より先に視線が回答の方へ動いていることが分かりました。つまりこれらの実験結果は、例ではなく人間の意思が視覚を通して反映されていることを意味しています。そうなんです。以上の実験などから、こっくりさんは不覚筋動、予期意向、関連運動によるものだと全て説明ができるんですね。これこそがこっくりさんの正体です。ただですね、そんなこと言い出すと都市伝説好きとしてはもう本当に夢もロマンもないじゃないですか。これ例えばですよ、目隠しをすると答えが出ないということに関しては、高齢術ですから10円玉を媒体とするだけでなく、人体自体にも高齢していて、人体を媒体としている以上、こっくりさんは人間の五感にのっとった方法でしか託戦できない、つまり憑依した人間の視覚が遮られるとこっくりさんも視覚を失ってしまうとか、まあ、何か新しい解釈が欲しいですよね。全部解決すればいいわけじゃないという、まさにそういった事例かと思いますが、皆さんもこの動画を見ていただいた上で、こっくりさんの新説を考えていただければ嬉しいです。謎は解けどもロマンは消えず、大人になってもロマンは忘れずにいたいものですね。ロマンあふれるコメントお待ちしております。公式オンラインショップマロカレ堂にて公式グッズ好評販売中。いかがだったでしょうか。こっくりさんの正体に迫るということで、リメイク版をお送りいたしました。皆さんご存知のこっくりさんが誕生するまでをまとめてお送りいたしましたが、こちらの動画では狐つきや稲荷信仰時代には深くは触れませんでしたが、実はここもすごく大切で、まあ、昨今はこっくりさんは低級霊を呼ぶ儀式とか、動物霊は低級霊であるといった表現を主に SNS で見かけるのですが、まあ、こっくりさんで仮にも鳥居を描き狐を媒体にするのであれば、神道や仏教などの宗教的知見から見ても、民族学的知見から見ても、それはかなり見誤った認識ですので、お気をつけをいただければと思います。狐付きや稲荷信仰、眷属の白虎信仰などは今後折を見て詳しい動画を出したいと思いますので、ご期待ください。子供の頃怖かったあの都市伝説、大人になってからその正体を真剣に考えるのもなかなかオツではありませんでしょうか。
ただ科学で答えを求めるのではなく、都市伝説を怪しくも楽しく、次の世代に語り継ぐのも大人の役目かもしれません。またご視聴いただいている皆さんに私からお願いしたいのは、子供はこういった都市伝説を過剰に怖がってトラウマになってしまうことがあったりしますよね。まあ、そういう時は大人が正しく知識を与えてあげて、新しい目線を与えてあげてほしいななんて思うわけでございます。リメイク版結構いい感じでしたね。ぜひ皆さんの感想もお聞かせください。また動画のリクエストやご相談、こんな面白い話題があるよなどなどコメントいただけたら嬉しいです。チャンネル登録のお済みでない方は、クロコの秘密基地マホロバも合わせてぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。皆様からの感想やグッドボタンお待ちしております。 Twitter、TikTok のフォローも概要欄よりお忘れなく。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。